あ、もううるせんだよ。ケンタ君後ろ通ってだろ。知ってんだこっちは。いつも妄想で喋ってるやじん話うんざりなんだ。ただやりたいだけだったら店行ってやれよ。慣れてんだろ、素人童貞なんだから。アミさん。はい。ないんだからしゃがんな。ついに来ちゃったか。うわあ、3万あんじゃねえかよ。すみません。すぐにでも切れちゃいそうで見えないくらい細いこの糸がどうかどうか切れないように、そしていつか儚く脆いこの糸を見失うことでしょう。きっとあみちゃん、あみちゃん。